今回も猿の動画を懲りずにご覧いただいている皆様、誠にありがとうございます。もう1年以上前になりますが、猿がセカンドストリートで買ったソル用ホットパンを好き勝手に加工して遊び倒していたところ、メーカーさんの目に留まり、こともあろうに本当に商品化してしまったという、ありえない商品を購入してみましたので、サクッと開封チェックしてみます。今回のブツは、モンターナのストレージホットパンです。現在は幕開けのクラウドファンディングも終了したので購入できませんが、かなり魅力的な商品なので、私の予想では、一般流通するのは時間の問題だと思います。幕開けでは5000円ほどの価格がついていましたが、一般流通すれば大きく値下がりするのが一般的だと思いますので、まだ購入されていない方も、楽しみにお待ちいただければ、と思います。ちっちゃ。何このちっちゃいの。幕開けでは目標金額の100万円に対して238万円もの販売を達成した成功企画です。サイズが20センチしかないぞ。20センチの16センチ、ちっちゃ。究極のギアのコピー通り、セカンドストリートで買ったソル用ホットパンとは別物です。とはいえ一番違うのは販売価格が3倍になっていることですが、それはクラウドファンディングという限られた製造と販売数なので仕方ないことかもしれません。開封して最初に感じたことは、モンターナに対する作り手の自信というか、キャンプ用品ブランドとしてのプライドみたいな点です。これまでのモンターナ製品ではあまり感じたことがなかったのですが、モンターナのステッカーが同封されていたり、焼いたトーストには大きなモンターナのロゴが焼き印される仕様になっていたり、収納ケースには表面にモンターナのロゴがくっきり目立つ合皮のようなタグが太い糸でしっかりと縫い付けられていて、ここまでくれば作り手がモンターナというブランドに自信を持っているということがひしひしと伝わってきます。コールマンなどの一流ブランドに比べると、モンターナ製品といえば安かろう悪かろうというイメージを持たれている方も多いと思うのですが、今回のストレージホットパンに至っては、その印象は皆無です。というかむしろ他社が作れなかったデザインのホットパンに相当な自信を持っているように感じます。某大物 YouTuber の F 氏も、数あるホットサンドメーカーの中で、モンターナのソル用ホットパンを長く愛用されていましたし、動画にもたびたび登場しました。プレートの着脱機能については、いろんな方式がありますが、個人的には、この部分にまだ改善の余地があると感じています。しばらく使っていくうちに、また DIY で魔改造したくなりそうですが、人によって意見が分かれる部分だと思いますし、今はその気持ちは抑えます。解説を読んでいて一番気になるのは、やはり取り外せるハンドル部分です。サイズやプレート本体の材質などは今までと大差なさそうなのですが、取り外せるハンドルに変更するために、握る部分も柄の部分も丸い棒状に変わっていますので、握った時の感覚がかなり違いそうです。面白い。面白い。ここ見て。今回の商品は、1枚専用グリル&ホットパンの1ユーザー様のカスタマイズが発端で開発に至った商品です。俺のこと?小型化に悩むすべてのミニマムキャンパー様の思いが晴れることを心より願っております。取っ手が着脱収納可能なホットパンが新登場。まあ本当そこだよな、ポイントは。開けてみましょうか。感じいいじゃん。こう見るとモンターナもなんかもういっぱしのブランドだね。ほんとね。感じいい。不織布のね、ちょっと分厚めのを塗ったような感じかな。19センチ、16センチぐらいかな。
軽いよね、アルミだもんね。じゃあ開けてみましょう。おお、出た。これはあれだね、あれですね。おお、ステンレスだから割と重たいね、しっかりと。7.0 だね、7ミリだね。うん、7ミリ。長さが10センチ、ちょうど10だね、これ。10センチか。しっかりしてんな。ネジがね、溝が掘ってて、こっちが短いね。ちょっと溝の切り方が、あ、まあけどこんなもんか。ちょっと出しちゃおう。はい、全部出ました。あ、これが、おお、なんかちょっと豪華になった、ちょっと豪華になった感じだね。へえ、ちょっとつい癖でね、この辺りはね、測っちゃうよね。 13.5mm ぐらいかな。 14mm、 微妙にこっち先が細いんだね。そうだね、 12mm から 14mm ぐらいだもんね。で、これがこれですね。おお、結構深く、結構深く入るね。ネジの部分がどのぐらいあるかというと、19ミリぐらいあるもんね。ネジだけでね、19ミリぐらい。ここがしっかりしてるわ、メネジの方が。そしてこれ本体。おお、なんかこれは見覚えがある感じね、前と同じ感じ。中が、はい、おお、モンターナってここに入ってる。どちらも入ってんだ。で、着脱式。前とここは機構は一緒だね。ちょっとはめにくいのも前と一緒だね。180度だから離れないのも前と一緒だね。この辺まで来ると離れると。何度ぐらいかな ?180-45? 225度ぐらいかな。それがね、改造しちゃうとすればそこなんだよね。そして、ああ、賢いこれ。回しても抜けないように。こうネジが2箇所あるから、回したらね、どっちかが緩みそうなね、感じだと、ちょっとね、気持ち悪いけど、これは、そうじゃない。これはある意味素晴らしい。おー、こういうことか。あのね、前と、ここが全然違うよね。丸い軸で太いもんね。ここも丸いしね。前ここ平べったかったもんね。この部分がね。ここも平べったかったもんね。だからね、持った感じがやっぱ全然別物ですね。どうなんだろう。まあ前のもね、使いにくかったわけじゃないけどね。やっぱり持った感じが違う。まあ何より値段が違うからね。そこがね、一番
買ったこちらとしてもね気持ちが違うんだけど、あとこんなん入ってた、これがストッパーか。ああ、ここに止めるのね、なるほど、ここにねこれを入れるんだ、こういう風にね、こういうね、これでストッパーにすると。説明書読まなくても分かるのはいいよね、それぐらい分かりやすくないとね。でここでどうだろう、こうか。おお、完全に固定されるね、これ上手だね、上手だね。そしてここを押さえて、おお、いいテンションじゃんこれ。ちょっとこっちが硬いかな、こっちから押さえるときはこのあたり、外すときは、外すときは簡単だね。あ、ここに溝があるから、この溝のところでやれば簡単なんだ。あ、そのための溝か。そうだそうだ、これがこうずれないもんね。よく考えてんね、さすがだね、企業のやることはすごいな。これは素晴らしいね。外してみましょうか。これあれだね、コーティングしてるから、これをここに入れてガチャガチャ振るとこ傷つきそうだね。こっちもね、ここに入れるときは何かの袋に入れた方がいいよね。まあ、とりあえず最初に入ってたこれに入れとこう。これに入れて全部二重にしようかな。いきなり、いや、焼く前に傷ついたらやだもんね。入りにくいな。おお、これは小さいぞ。大きい袋いらんよね。なんでこんな袋大きいの？かなり余裕があるんだけど、これ。あ、そうでもないか。この辺まで折れるんだけどね。この辺まで折れるんだよね、本当は。この辺までね。これぐらいになるから、そうすると高さが12センチ以下だね。11.7 とか。横はほぼほぼいっぱいあるけど、それでもここまで短いから、内側でいくと16センチないね。16かな、ここがな。16だね。まあ、12の16ぐらいっていうのが、まあ、ギリギリのサイズだね。まあ、ただ、この袋に普通にしまうと、袋全体は20の16、15.5 ぐらいだね。なるほど、こんなサイズか。一ユーザー様のカスタマイズが発端でっていうね、その一ユーザーが私猿のことだとすればね、すればですよ、そのカスタマイズはこれです。元祖って言っていいのかな。もう焚き火で焼きまくってるからね、色が変色してるけどね、これ汚れてるわけじゃないんですよ。もう変色しまくっとんです。
これね、革紐でね、閉じてます。いつもね。私の場合はね。なんか、新旧って感じだね。こう見るとね。新旧。へえ、なんか新しいものが生まれるってすごいよね。まあ、せっかくだからご披露しましょう。こういう感じです。内側がね、こういう並々なんだよね。前のやつはね、こっちもね。だいぶ変わったよね。今回はね、ツルツルでロゴが入ってるもんね。で、この袋にね、じゃらじゃらっと、そのカスタマイズが入ってますね。こんな感じ。こっちの場合はですね、短いハンドルと長いハンドルと2種類使い分けてるんですよね。まあ、簡単に紹介するというかね、組み立ててみましょうか。これがね、ショートバージョンです。短いんですよね。取っ手がね、10センチがないんです。だけどね、これで、ガスコンロとかでやるときってね、十分なんです。っていうかむしろ、ガスコンロに置いたときに、短いから、これバランス崩してこう、傾かないから、めちゃめちゃ便利なんですよ。短いとね。だから使用回数としては、シングルバーナーとか、自宅のガスコンロで使うときは常にこれなんです。で、シリコンのチューブはめてるので熱くならないんです。これがね、便利なんだよね。これパカッと外れます。もう、外れるように。ここの爪を切っちゃってるんで。もともと爪があるんですね。そこに引っかかるんですけど、もう切っちゃってるんです。いらないと思って。なので、簡単にどこでもはまるんです。角度関係なく。簡単じゃないけどね。その代わり、ちょっと下手するとこう外れちゃう。だからね、まあ今思えばだけど、その、90度ぐらいになったら外れてほしいんだけど、それまでは外れない方がいいかな。90度ぐらいで外したい。入れにくいのが嫌なんだよね。入れにくいからね、この先端がね、もうちょっと尖っとけばね、こう円錐状になっとけばね、はめやすいと思うんだけどね。そう。さっきのだと、こう90度では外れない。まあ、それがいい人も多いでしょうけどね。私はね、それはどっちかと嫌ですね。もうロックをかかりっぱなしみたいな感じ。だったらこういうロックなしのフリーの方がまだいい。と思ってるんですけど、まあ、理想を言えば90度ぐらいで外れてほしい。そこまでは外れないでほしい。まあ、そういうのはね、カスタマイズしてもありかなという気がします。これはロングバージョンにするときはね、これを抜くんです。結構ね、外れにくいんですよ。これがね。まあ、外すことが少ないからね。いいんだけどね。はい。で、ここにね、止めるんですよ。これをね。これはですね、内側にね、ネジの溝を掘ってるんです。こういう風にね、合わせて、これで、こういうね、ギュッとやれば、止まるんです。こんな風にね。こっちも同じように。長いよ。これね、ハンドルがね、20センチありますから。20センチ。ね。ロングハンドルバージョン。で、これだと、ここがはまりにくいのはどっちにしても常に一緒なんだけど。このぐらいになるんですよ。ほら。これね、ここを持つとね、いいテンションかかるんです。
これ不思議なことにね、ここが熱くてもここ熱くならないんですよ。この穴が開いてるせいではないかと思ってるんですけど、ちょっとね科学的な理由わかんないんですけど、昔はねここにシリコンハンドルしようと思ってたんです。これなんとかできるんで。ただねいらないんです。この多分輪っかが開いてるせいで熱がここまで来ないんです。ここ触ると熱いんですよ、加熱してる時に。ただねここ触っても熱くないんです。っていうね、全然違うんです。ね、火から遠いところでねこう持っときたい。焚き火ですね、もうの時にこれでやります。そうじゃない時はバーナーの上に置くとね、こうするとここが重たくてこう落ちちゃうんで邪魔なんです。むしろね、まあ、これ曲げとけばいいんですけどね、こちらにね、邪魔ならね、こういう風にね曲げとけばここにバーナーに乗してもね落ちないです。そんなに そこまでない方がいいけどね、っていう使い方もできるというね。まあなかなか我ながらいいなと思ってる。はいはい、おそらくこれが元になったアイデアではないかと思います。超ロングフライパンにしたいとき、当然片一方だけにしたらフライパン代わりになるんですけど、ここにですねこれもつけれるんです。こういう風にね、こうするとですね超ロング焚き火フライパン、これだとですね長さがですね32センチありますからね、あの相当離れたところからねこう焚き火で温められる、調理ができるというね優れものです。これはねなかなか使うことがないですけどね。はい、ちなみにこういうね超ナットとかね、こういう六角ボルトにした理由はね、あの太いから、あの工具なしでもまあなんとか使えるぐらいの硬さに締めれるという理由でね、最初は確かプラスネジとか使ってた気がするんですけど、結局この六角のねネジにね、ネジね、ボルトか、変えちゃいましたね。はい、まあこんな感じで、やっぱり傷つくのでね、これ内側がね、片付けるときはこういう袋、これが何の袋かは分かりません。あとねこれまだね作れてないんですよね。これ使ってね、スライド式のねハンドルを作りたいと思いながら、色ねもうどれぐらいやってんのかな、半年以上考えてね試行錯誤してるんですけど、未だにねまとまらない。そういうのよくあるんですよ、これ以外でも。もう1年以上やってるアイデアもありますよ、まだまとまってないというね。もう1年前に撮った動画ねどっか行っちゃってね、もう まとめようがなくなっちゃってるんですけどね。しかしね、いくら一ユーザー様のアイデアつってもね、この YouTube で作って動画公開してただけだからね、まあ、それをモンターナの方が見ていいなと思ってやってみようと思ったってことですよね。うん、見てそれを持って実践するのもすごいよね。はい、これ2つとも入らんかな、二つは入らんかな。まあ大体これ買った人はこれ持ってない人だろうけどね。二つはちょっと厳しいですね。ちょっと厳しいですね。これは一つですね。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。実際に使っているところも別の動画で上げてみますので、よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。